バレーボールの V1 リーグ女子の決勝戦が初めて県内で行われ、JT と NEC が対戦しました。県内初開催となった V1 リーグ女子の決勝戦。国内最高峰の試合を一目見ようと、会場には多くのバレーボールファンが駆けつけました。試合は今シーズン22戦全勝の JT と連覇を目指す NEC が対戦しました。注目はともに日本代表の選手、 JT の2番林琴奈と NEC の2番古賀紗理那です。第1セット、林をベンチスタートにした JT はアメリカ代表の外国人選手4番アンドレア・ドルーズにトスを集めて得点を重ねます。対する NEC は苦しい場面でエースの古賀が力強いスパイクを決めます。両者互角の展開でいきなりデュースまでもつれ込みますが、最後は NEC が相手のミスを誘い、このセットを獲得します。試合は第2セットもデュースとなるなど一進一退で進み、結局セットカウント3対1で NEC が2連覇を果たしました。